マンション探しでもするか。今日はホームズを見よう。昨日スーも見たからね。八王子とか絶対住みたくないわ。なんだっけ、中野がいいんだっけ。あ、練馬か。練馬ザファッカーいるからな、でも。Yo, Nelly motherfucker! オープンレジデンシア中野。おお、これ平和の森公園じゃん。昨日見たぞ、スーモでも。もう一回見てやるか。お、違う。ちょっとスーモと書き方が違う。こっちの方がスーモって感じする。BR って何？バトルロワイヤル 3BR。 ポーチってなんだ？でけえなポーチ。え、ポーチって何？ポーチ？なんかここにも玄関があるの？ダブル玄関ってこと？あー、ダブル、何？ポーチって何？あ、バスルームか。あー、二重になってるってこと？玄関前のスペース。え、バスルーム？嘘だろ、ここにもバスルームあるぞ。2つあるんじゃねえか。あ、ベッドルームか。 誰だよバスルームって言ったの。ここにバスルームって書いてんじゃねえかっていうか、よく見たら。ざけんな、騙しやがって。許さねえぞ。 3LDK71。 今とあんま変わんないな。今多分70ちょいなんだよな。あ、でもプラスバルコニーってこと、これ。バルコニー広っつうか、バルコニーだらけじゃねえか。どこが一番でかいんだろう。一番上か。 A1 ってかっこいいな、住みたくなる。 E1 とかちょっと嫌だな、ね、かっこ悪い。どこ住んでんのって言われて、ああ、まあ何々マンションのあの E1 だよみたいな。ちょっと E1 は言いたくないな、なんか弱そう。岩に住んでんだってって噂されそう。あ、こっちなんかスーモよりこっちの方写真綺麗じゃん。めちゃくちゃ電球つける場所あるんだけど。タコの吸盤見てたな。うわ、こういうの俺絶対落とすわ、こういうガラスのテーブル。お、めっちゃ広いじゃん。ここで何すんのって感じだけど。いや、ここ住みてえな。俺こういうベッド寝たいわ。クーラーついてるし。なにこれ、超でけえ。玄関に扇風機ついてんだけど、3つも。え、玄関超綺麗じゃん、かっこよ。え、超住みたい。人を招きたい。リスナー招きたい。ちょっとおいでっつって。ペットかってどこでいるんだ。ペットかじゃないとダメだ。うわ、2軒になっちまった。あ、ここ入ってんじゃん、平和の森公園。沼袋って何？何沼袋って、どこだよ沼袋。乗り換え案内。沼袋。あら、まあ例えば池袋だとしたら近そうじゃない？ 30 秒ぐらいで着きそう。
え、超地形じゃん。あ、乗り換えあんのか。かったりな。新宿。いや、乗り換えあんのか。かったりな。え、徒歩じゃねえかよ。歩かせやがって。ろくでもねえな。ああ、高田の馬場で乗り換えればいいのね、とりあえず。近いな。でもここいいじゃん。ここよくない？入居可能2030年。違う、間違えた、平成30年。今平成何年？平成来年か。8月中旬か。おお、すごい強い。あ、新宿超地形じゃん。走っていけそう。平和の森公園でかっ。マンション10個分ぐらいあるじゃないか、この平和の公園森でかっ。見学してこようかな。販売概要。12月上旬。もうすぐじゃん。もうすぐじゃんってか、Now じゃん。Now? インターネット利用料月額1296円。なんかくせえな。なんかムカつくな。なんだインターネット利用料って。どうせ1メガぐらいしか出らんやつ捕ませようとしてんやろ。これあかんな。電話すんぞ。かますぞ。回線やばそうだよね、これ。ムカつくわ、人のこと騙そうとしやがって。あ、専用回線なんだ。ちょっとクセだな。あれだ、これ昨日も見たぞ、これ。なんかこの値段表記ムカつくな、こっち。こっちなんか4400万円台とか、かっこよく、かっこよくとか分かりやすく書いてんのに。なんかかっこよさ出してきてる。なんか会社で数字書いてますみたいな。なんかムカつくな。わしのみや、あ、かっこいい。わしのみやって名字もわしのみやにしたくなるよね。わしのみや新宿。うわー、ドワー、ドヒャー。嘘でしょ、完全にドヒャーなんだけど。嘘でしょ。あ、詐欺の宮か。詐欺の宮。あ、めんどくさいな。何が詐欺の宮じゃん。そんな気出てこない。詐欺の、あ、これか。ここも高田の馬場か。ご近所さんやないか。平和の森公園とちょっと見たるか。6分だし徒歩。急行停車駅大きいね。スーパーまで1分、バス停まで1分。やるじゃん。4LDK。 うわ、なんかムカつくわこの書き方。分かりづらいっちゅうね。どこや玄関。玄関が見つかんないもんだって。あ、ここだ。こっからこう、お邪魔しますって入って、トイレで広ベッドルーム。俺がゲームやるんだったらここだな。めっちゃ部屋あんじゃん、ここ。あ、でもなんか一つ一つちょっと狭いな。ベッドルームこれだけでかいけど。STO って何？スト。高田の馬場。いや、なんか名前がダサいからやだな。住みたくない、なんか。最寄り駅どこって言われた時に、あ、高田の馬場っす。なりそう。高田の馬場っす。
about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. ストレージ物置。あ、すごいパノラマだって。お、そこちょっとよく見してよ。あ、すごい、あ、すごい、なにこれ、ぼや、ちょ、操作がぼやぼや、な、意外と攻めえな、めっちゃいいじゃんこれ、なにこれ、天のザイル。いや、天のザイルはかっこいいと見せかけてだからな。ちょ、あー、なんか撮ってつけたの写真を。あ、広いね、キッチンも。こんなとこに観葉植物いらんけど。こうだって冷蔵庫置く場所でしょ。なんで観葉植物置いてんの。コンセントねえじゃねえか、どこに刺すんだ冷蔵庫。あ、これか、上か。あ、いいな、この辺、この辺ありだな。でもちょっといくつかこうやってなんかいいなって言って探しておかないと、いざここになるってなった時に即場。あ、でもちょっと待って、これ F タイプじゃん。 F タイプダメだよ、 F タイプはダメだよ。 F はちょっと住みづらい、名前が。どうやって変えんのこれ。どうやって変えんのこれ。もう F タイプしか見れないのか。でもこれ NR じゃん。 F タイプちゃいますやん。まあいいか、とりあえず見とくか。なんとなくこういう感じだよっていうのはわかるか。広いね洗濯機置く場所にも観葉植物置いてんだけど、むちゃくちゃかよ、もうやりたい放題じゃねえか。アホドアか。このテーブルって最初からついてんのかな。これなんか最初からついてそうな作りしてるよね。日当たり良好。ん？金は見てないってない。いや、俺結構ね真面目に探してる。本当に3年以内にマンション買いたいんだよね。3年っていうのは今適当に考えたけど、まあでも3年ぐらい。あ、ここちょっと狭いな。狭っ、ここ物置やんけ。なんだ、こう、うわ、なんかこういう靴いっぱい並んでるとこ見ると頭痛くなるわ。靴がめっちゃあるとさ、あの靴屋さんとか行くと俺靴の匂いで頭痛くなるんだよね。だから独特な匂いするよね。この辺いいな。メモっとこう。あ、わかるよね、温めたくなるよね。高さんは仕事と配信と流木拾い、まあ流木拾いが構想してね、スポンサーさん適当なこと言ってたら殺されそうだな。やめよう。あ、どこだっけ、練馬、練馬、ザファッカー、Yo man, what's up, dude? ぶっちゃけ 3LDK でもいいからな。検索結果見て。でもなんか嫁マンション、あの中古とか気にならないって言ってたから、別に中古でもいいか。ブロードバンドって何？テレビモニター付きインターホン欲しいな。いや、でもこれだけで13件も減るのか。
とりあえず全部見るか。ペットかだったら、ペット相談かか、これペットかじゃねえとな。なんで相談かって、中途半端な答え方しやがって。あ、ね、ネットなのは分かるんだけど、なんかさっきみたいにさ、なんか契約とかじゃなくて、なんか普通ブロードバンドって普通の表記、ただ回線使えるよみたいな。お、かっこいいじゃん名前、 67AL かっこ247。なんかエッチな場所につながりそうな電話番号だ。かっこいい、マスターベッドルームだって。絶対俺ここにするわ、ここに住んだら絶対俺ここにするわ。マスターベッドルームとか寝るしかないっしょ、寝るっしょ。中型犬まではか、ゴールデンレトリバーは不可ってのがペット要相談。あー、猫ダメとかもあるよね、その壁ぐちゃ。あ、でもマンションだから大丈夫か。賃貸だったらその壁ぐちゃぐちゃにするから猫ダメとかあるけど、マンションだったらもう買っちゃったらもうどんなことしようか関係ねえもんな。壁中に俺の似顔絵アート画伯描いてやるよ。ここの天井とかもこの間披露した関さんと高橋さんの顔を描いておくわ。正直築20年とか経ってるリノベ物件の圧倒的な効率値が最強と不動産経営者として言っておく。リノベ物件って何？リノベ物件って何？リノベーションマンション、もうそれも分かんねえや。リノベーション、手を加えてよくする。ああ、あれか、あのあれね、リフォームみたいな感じね。はいはいはい、リフォームね。ガチで、あ、まだつか、俺リスナーで不動産の人いるんだったら俺一緒に行きたいんだけど。どこどこですか、どこ住み、てか LINE やってる。俺普通に聞きたいんだけど、俺真面目に探してるからさ。俺その人に聞いた方が早いじゃん、そんな。ちょっとあのそっちの儲けゼロで探してもらっていいですか。そっちの儲けゼロで探してもらっていいですか、自分。ラインマックスですが、いつもサブスク探し。なるほどね。あ、ほ、あ、すごいな、ホームズめっちゃいいじゃん。パノリアマ、パノリアマ見れんじゃん。ホームズいいな。あら、こんな場所俺絶対使わないけどね。多分草だらけになってると思う、住み始めたら。草。ポーチンキの物件、物件チア感謝します。3ヶ月サブスクライバー様か、マジかよ。あ、でもいや、ちょっと儲けゼロとかその辺は冗談抜きで、本当に東京住んでるんだったらマジで、僕今ツイッターダイレクトメッセージオープンマンなんで、あの普通に紹介してください、仕事として。本当に探します、僕。あ、もう紹介料とかも、紹介料、紹介料、むしろ俺これ自分の配信で紹介されてるから、俺が紹介料もらってもおかしくないんじゃないか。そう、儲けなしは冗談だけど、あ、おすすめしない。じゃあちょっと築20年探すか。言われた通り。と見るってなんだ、なんだこれ。うん、結構本気で探してる。
まあ、普通にこのそこまで本気で探してなかったけど、あの なんていうの本気でもう探しに入ってはなかったけど、マンション探したいなってずっと思ってたのは、そう本当。マンションをおすすめしない。はあ、はあ、ちょっと待ってコメント読み直すわ。先に金額の上限、高いところがよく見えてどんどん高額になっていく。まあなんとかなるっしょ。俺もうマンション買ったら俺人生ゴールしちゃうからモデあげるから物件タダでとか言ってる人いるんだけど、鬼やんけ。リフォームは直し、リノベは間取り変えたりいろいろ手加える。へえ。あ、もう遡れなくなったコメント。ファック。吉祥寺に住むなら三鷹の方がいい。もうリスナーでさ、不動産王、ガチ不動産王みたいな地主探してさ、で、あと大工さんも探して。やめようクソみたいなこと言うのやめよう。あ、サンジャで俺電気工事なら俺できるから、自分ち電気工事俺はやるよ。あと流木拾うのもうまいよ。どこがいいって言ってたっけ。練馬、練馬だファッカーのお前。てか何、おすすめの条件は何なのまず。じゃそこ知りたい。あ、関さんと俺と最果て呼んで電気工事3人で、で高橋さんには踊ってもらっといて歌って、でヤマトンさんはこう部屋の隅っこでええって言ってもらって、え、あなたが何を求めてるか、いや何でもいいんだけど、何でもいいってことはないんだけど、なんかね、あんまりなんかこれっていうあれがないんだよね。とりあえずもう家賃払いたくない、うん、家賃払いたくない、とにかくアクセス、あ、新宿渋谷池袋あたりが近ければいくら出せるかが場所になる。いくら出せるか、まあとりあえず考えなくていいよ、そこ多分なんかあれ、あの白金台とか言われなかったら、港区とか言われなかったら多分大丈夫。何線がいい？山手、中央、埼京、あと地下鉄、あと丸の内線とかでもいい。てかもうぶっちゃけ新宿が近かったら何でもいい。そっから乗り換えいっぱいできるし。本気で探してるならタダで探してあげる。マジかよ。いやでも本気で探してる、マジで。いつも嘘ばっかりついて配信ではおちゃらけてる僕ですけど、マンション探しは結構ガチです。マジでガチ勢多いな、ちょっと意見が多すぎる。ああ、そう、俺高円寺前住んでてめっちゃいい場所だったんだよね。でもちょっと高円寺ってかなり高くない？もうちょっと調べてみるか、まあ、とりあえず新築とかは指定しないで、
でもとりあえず70は欲しいから70にして、であとペットかがもう必須なんで、ペットだけ入れて配信するなら防音できない。確かにこういうマンションってさ、こういうマンション住んでる人、購入したマンションに住んでてさ、なんか騒音がうるさいとかやっぱあるの？市？あ、市でもいいけど、まあでもあれ、あの八王子だけはちょっとやから、ちょっと遠いし、なんかちょっと賃貸の方が得？マジで？賃貸の方が特設あんの？マジ？何にもなんなくない？でもマンションは基本うるさい。あ、そうなんだ。絶対これリビオくん、リビオくんが立ってただろう。遠いし。まあいいか。ボーンボックス、ボーン室レンタル、まあ確かに。買おうが賃貸だろうがうるさいとかうるさい。もう今の家噛みすぎてさ、何も言われないから。賃貸、そう、自分の資産になんないじゃん。あ、でも京ちゃんはもうちょっと違うから、あの収入の桁が、収入の桁が違いすぎて、もうマンション買おうが賃貸だろうがもうな、何も関係ないようなレベルでしょ。もうあそこまで行っちゃうともう何でもいいでしょ。Oh yeah。ジャパネットさん、購読ありがとうございます。マジで一軒家はダメ。ああ一軒家でもいいけどね。でもなんかちょっとマンションって綺麗だからさ、ちょっと憧れてんだよね。俺マンション、こういうマンションに住んだことないんだよね俺。あ、そうか、一戸建て、あ、なんだ、なんだ、ペットカーが急に消えた。新築入れたからか。一軒家虫入る。絶対マンションがいい。セキュリティ付きの上層階は一回住むとたまらん。高さんみたいに叫ぶと賃貸も分譲も変わらん。マンションでも共益費は取られるね。なんか管理費だっけ、共益費ってその管理費のことだよね。 Oh yeah。 サワポワさん継続2ヶ月目ありがとうございます。マンションなんか夢あるよね。あー、こういう家無理。こういうなんかもう隣、もう隣から殺されるの分かるもん。木のぬくもりのあるデザインハウス。あー、ぬくもってんね。あ、もうほら、さっきのマンション見ちゃうと、もうこのバスルームにこの四角いタイルついてるってんで、ちょっとあってなっちゃうもん。やめ。あ、もうこういう集合系ダメだな。ダメだ。東京だとやっぱ隣が近いからダメだ。田舎と違うから。賃貸はいつでも引っ越せるメリットある。でもまあ別にマンション買ってもいつでも引っ越せんじゃん。別に人に貸せばいいんだし。土地買って建てよう。土地買うんだったらもう土地は貸したいんだよな。まあ、その土地買うようなお金持ってませんけど。練馬、あ、結構練馬を知るね。繋がってるよ、シャガニは無理。OK、練馬だ。フラッカー行くわ。あ、練馬？あ、そう、練馬、練馬。とりあえず練馬行くわ。あ、2つ探せんのか。いいな、こうしよう。優秀だな。
上層階窓抜けたりしたら死ぬ。まあそれは死ぬやろな。それはさすがに俺も窓抜けしちゃったらもう死んじゃうから。借金してどう買う？ああ、そう、俺そういうのめんどくさくてな。そういうあの不動産できる人とかすごいと思うわ。練馬駅徒歩2分。よ、練馬だ、ファッカーメン、よ、デュード。1億2000万。もうでもさ、ぶっちゃけ8000万超えてきたらさ、もういくらでも一緒じゃない？2億超えない限りもう変わらない。ローンシミュレーターあるわ。なんかもう開いた瞬間意味わからんから閉じよう。上層階は蚊がいなくて。違うから。はい、すいません、すいません。もう8000万超えてきたらもう関係ないでしょ。もうそれ、そこまでいっちゃったらもう何してもいいでしょ。ムカつくわ、この絵描きが、絵描きが描いたようなこのシャレだ、シャレオツな感じ。うわ、おっさん来た。ピンボー、ピンホール LED ショー。ああ、いや、なんかすげえ見づれなこのページ。すごい見る気うせる。三軒茶屋、社会マンション買うのやめろ。なるほどね。まあ、別に今いる場所に一生住んでてもいいんだけど、いや悩むわ、悩む。悩まない人だな。いや、今のこれで文句言われるマーシャンのって この音量で言って、ちょっとうるさいんですけどとか言われたら、もう俺手出るかもしんない、手出るかもしんない。バスはやだな。隣人ガチャ。いや、もうマンションは韓国語通用してないでしょ。あ、ダメだ、もう頭痛くなってきた、眠たくなってきた。もう俺がマンション、今もう俺の本能がマンション探しを拒否してる。くそ、アホ安くね、大泉学園長だって。どこだよ。隣人ガチャ言うても、まあ俺どんだけうるさくされても平気やからな。あー、ダメだ、もう頭が動かなくなってきた。お、マージュ練馬、
なんかここいい感じがする。な、見た目がダセえな。和室あるし。あ、かっこいい。でも中に入っちゃえばもうかっこいいな。ちょちょちょ、操作方法がわかんない。こうかこうか。何今下にいたの。え、誰この人は。何これは。え、あ、ちょっと待って。なんか俺これ知り合いが住んでるマンションに超似てる。だ、廊下細っていうか廊下細っ。ちょ操作方法がわかんない。あ、カメラかこれ。あ、これカメラか。なるほどね。いや、風呂場せんま。アウト。やっぱダメだ。もう新築にすんの俺決めた。もう新築、もう新築一択。じゃあの新築ペットか。以上です。お、東京メトロ丸の内線めっちゃいいじゃん。本質の輝きに包まれた、あ、優雅に粛然と安息に帰っていく。死ぬみたいな言い方するな。エキスパートインタビュー。仮装でしょうかなって。3LDK。 あ、ここ C がいいな。 C70H21。 あ、もっと広いのある。 C なんで A じゃねえんだよ。これが名前的に A だろう。 C がいいな。これ D ってどれだ。D ってどれだ。なかったぞそんなもん。おい、ダイス、おい、選択肢にねえもん出すんじゃねえよ。わかんねえだろう。あー、でも広いな。すげえ、アラジン出てきそう。いや、嘘くせえわこういうの。こういうの臭いわ。効率的に設計されているとか、入居予定の女の人からこんな言葉出てくるか。マジでホームスで探す。あ、いや、一応いろんなの見てみようかなって。昨日スーモで見たから。でかっ。横にでけえな。ここはいいと思います。お、不動産プロから。ここはいいと思います。またこいつ出てきた。同じやつじゃないかこいつ。無駄な共有施設がなくてとてもいい。こいつ効率的とか無駄とか、なんかその分共益費などが安くなる。お、経営者目線。外廊下だが目隠しができていてとてもいい。風は通るがプライバシーは保たれる。屋上が緑化になっている。夏は涼しくなると思われるが、その管理費とどちらのコストがかかるのだろうか。何者だよこいつ。こいつ何者なんだよ。一緒に FPS したら絶対喧嘩になるやつだ。あ、終わっちゃった。もう30分も見せたなこれ。とんでもねえな。管理費高い。管理費返した。管理費いくら。
てかこれいくらだよ、アートだと。ここめっちゃよくない、丸の内線方南町駅から徒歩1分だって。30年4月上旬。ここめっちゃよくない、ここどう。いやでもなんか家と家近いな、まあ、マンションだからそりゃそうかいやなんかちょっと不安だな、怖え、マンション、マンション怖えな、確かにそう考えるとマンション怖えな。まあでも今住んでる家も別にこんな感じか。こうやって改めてなんか外から綺麗な画質で見るとなんか近くて怖いわ、なんか怖いわ。あ、これペット禁止じゃない、大丈夫、ちゃんとあのあれしてる。ここは現地確認物件メモっとくか。ちょっとこいつ、こいつだけ星つけとくわ。ここ良さげだよねとか言って、俺ここに住んだらもろバレじゃねえか、もろバレすぎるな、来たらマジで通報すからな、昨日も言ったけど。商店街徒歩1分10メートルだって、大丈夫かな、夕方とかよろしよろしよろしサバ安いよみたいな聞こえてきそうだよな。サミットストア徒歩4分、児童館、児童館って何、保育園。野菜じゃねえ、そんなバカいない、いるだろう。お、山田クリニックも近くにあるし、小学校徒歩9分、またクリニック。なんか時々耳がチクってすんだよな。公園徒歩18分、散歩にいいね。あ、歯医者さん徒歩1分、中学校徒歩5分、 UFJ、 俺 UFJ だからな、徒歩3分、大宮八幡宮26分。この辺どうでもいいな。公園めっちゃあるやんけ、交番もあるし病院もある、めっちゃよくない、ここ。うわ、またこいつ来た。新宿住友ビル5階、治安？まあ別に治安は、まあでも嫁いるからな。まあさすがに足立ぐらい悪くなかったら大丈夫。管理費たっけ。修繕積立基金って何？駐車場たけ。絶対俺車買わねえからな。何がベランダで臨死します。マジで探してるならリスナーに頼んだ方がいい。これは何、事前に取られる金ってこと。駐車場これが相場なんだ、たっけー、信じられんわ、高すぎる。俺の実家の駐車場なんて月3000円だぞ、10分の1やぞ、ふざけやがって。うん、こいつめっちゃ良くない？他に何がついてるんだろう、何がついてるか見たいな。あ、この辺か。画像ちっちゃい、見せる気ねえじゃないか。クリックしたらちっちゃい画像出てくんじゃないか。これバカにしてんだろ、これ。誰だこのサイト作ったの。よりちっちゃい画像出てきてんじゃないか。ふざけやがってマジで。サムネで見た方がいいやんけ。
設計ミスだろこれ。なんかもうなんかこの辺なんかちょっと怪しさ感じるな。でも確かに要見学な感じするわ。まあ、マンション買うんだったら絶対見学するけど、なんかこう隠してる感すごい。なんか何かを隠してるこいつら。ディスポーザーマジで憧れるわ。床暖房ないのかな。床暖房、思わぬ事故を防ぐためにフルフラットフロアを実現。三面鏡付き洗面台、洗面化粧台。三面鏡ってなんだ。人面犬みたいな感じか。床暖。いやでもさ、例えばさ、この一番でけえところに住むとしたらさ、これどこよ。これがこれ角じゃない。これもしかして角じゃない。ここ、ここって言っても分かんないか。ここ、ここって角部屋もしかして。ここ、ここ、いや無尽蔵じゃないけど、予算はこれ角だよね。あちちあちち、あ、色ついてる場所は床暖なの。なるほどね。俺こういう図面電気工事やってた時に書いて覚えたはずなのに全部忘れてるわ。これがドアだってことぐらいしかわからない。あ、これも覚えてる。洗濯機でしょ。あ、違う違う、洗濯機じゃねえ、これ冷蔵庫だ。冷蔵庫って書いてるわ思いっきり。なんでキッチンに洗濯機ついてるんだ。角部屋ってことはさ、もう素人と変わんねえわ。でも玄関で部屋2つはさ、ここの洋室 6.8 畳だったらさ、プラス防音室買っとけばさ、いけんじゃない。あれクーラーの設置ってどれだっけ。この PS ってやつだっけ。いや絶対違うよ。あ、そうか、 PS か。あ、こうクーラーつかねえじゃん、ぼや。こっちだったら大丈夫じゃない。俺ここクローゼットだし、窓ないし。どう、トイレの横何、ウォークインクローゼットだから、いや、これは洋室のやつでしょ。洋室、ここにあれ入り口あんじゃん。ここと繋がってんだよ、ここ。まさかトイレからクローゼットに入りちゃったらもうとんでもないよ。盗撮事件だよ。PS はパイプスペース、EPS はエレクトロニックパイプスペース電気配線。うん、なるほど、わからん。でもこっちにバルコニーあるから室外機つけれると思うんだよね。多分こうクーラーつくよね、この洋室。ここの洋室だったらもう声聞こえないんじゃない、どんだけ叫んでも。今のマンションは基本全部屋エアコンつけるっすっけ。へえ、そうなんだ。そいつは助かるな。ここ寝室にして、あ違う、ここどこがいいんだろう。5畳か、意外と狭えな。俺6畳もいらない。ここが5畳でよかったな。てか 4.6 畳でよかった、別にここが。つけれないなら壁抜く。なるほどね。じゃあここだけちょっともっこりしてるわけか、あの家の中的に見ると。でこっちの 4.6 畳の部屋を猫部屋にする。猫もうちょっと飼いたいから猫部屋にする。で
あ、無理だ、線引けねえな。まあ延長コード買ってウェブカメラ設置して、ここをずっと映しながら配信する。猫部屋。いいっしょ、よしそこにしよう、一言だと思ってで、これの部屋で、あ、でもそれだったらこっちでもいいな。でもこっちだったらさ、隣に部屋あるし、廊下側だから、共用廊下側だから、もう多分俺の声がもうマッハでやばいんだよ、多分殺されると思う、ここの多分鉄格子から入ってくる人が。ここ俺さっきメモったっけ、544、あ、ここだ、大丈夫だ、マッハでやばいよ。下抜くって何、住所公開配信。お、もう販売開始始ま、え、更新遅めかよ、更新遅めかよ。もしかしたらもう取られてるかもしれん、この部屋、この家に先に入ってるやついるかもしれん。くそー、近接武器持ってれば。まあ今の家が多分、今俺が見てた部屋が一番多分でかいから、価格的に考えるとそれが8698万じゃないか。8698万っていくらよ8698万でしょ。頭金って何、頭金っていくらでもいいの、100万とかでもいいのアタってどんくらいなの。アタマ金100万だとして、なんかこれ世帯収入適当でいいか、500万ぐらいにしとこうかな、500万とかにしてみよう。あ、でもこれ、これを元にやられんのか、1000万にしてみよう。あ、500万と1000万やるか。メロール何歳、26歳。返済期間30年だといくらになるの。うえ、毎月35万なるほどね。1000万にしたらどうなる。え、変わんねえじゃん、ぼや、ここ関係ねえじゃん、なしよ。あ、ここはでも入れなきゃいけないんだ。100万にしたらどうなるの、変わんねえじゃん、なんだこれ、こう関係ねえじゃん、すんごい。あ、これ以上入れれない、くそ、マックス全突破。頭金次第、頭金1000万にしてみる、変わらんやんけ。ローン返済総額1億越してんだけど、ぼや、当初期間と当初期間以降って何これ。これさ、圧倒的にプラン3がいいと思うんだけど、これプラン1で払う人いるの。30年、頭金3000万、年収1200万。どういうこと、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 プランって何これ、金利固定、どういうこと、どういうこと、もう意味が分かんない2億ほどチェアしたいんですけど、どうすればいいですか
はい、講座教えるんでちょっとよろしく。でもそしたら相続税がかかるな。相続税、あ、それくらいないと審査が通らない。ちょっと、ね、もう一回見る。頭金3000万、頭金3000万で収入1200万、変わんねえんだよやっぱり。あら、めっちゃ変わってんじゃん、ぼや。あ、本当だ、変わってる、めっちゃ変わってる。なんでこんなに変わるの。むしろ安くなっちゃってんじゃん。やったぜ、贈与税か。最初に金出した分利息が。ああ、なるほどね。頭金1億にしてみよう。あ、1億にはできねえんだ。9000万にしてみよう。0円ただやんけ。9000万、そりゃそうか、越してるからか。何言ってんだ。一括やんけ、ふざけやがって。ムカつくわ。小バカにしやがって。何がしみれたや、ぶっ飛ばすぞ、ふざけやがって。ムカつくわ。しかもむしろ多く払ってるやんけ。キャッシュイズパワーやんけ。お釣り返せや。あー、もうダメだ、もうどうしよう。じわじわ来るわ。すげえ急で言ってたもん。ただやんけ、9000万払っとるやんけ、返せや9000万。払いてまして下払いて、なんか超噛まれてるみたいな痛みがある。痛え。でストレスが、ただやんけからの気づいた時のストレスが俺の腹部を襲ってる。痛え、腹部マジ痛え。ああ、もう頭クラクラしてきた。立ちくらみするわ。立ちくらみっていうかめまいか。あ、すごいこのベッド。ボビーラウンジって絶対ボビー住んでるやんけ。あ、風呂広、この風呂広、ホビーか。もうダメだ、何もかも終わっちまった。
あ、漠然としたイメージだよ、イメージ的には。いや、もう3億ぐらいの家住みてえわ。なんかの間違いでこう、実は俺のひいじいさんが地主で、東京のなんか新宿一帯全部俺のものになったりしないかな。なんかの間違いでその他にもボビーの部屋出てきたんだけど、やめえやマジで。廊下細っ。いや、もうめんどくせえ、誰かマンションくれよ。もう中古のマンション持ってるやついないの、もうくれよ、ただで。そしたらもう毎日配信するわ。もう1日23時間配信する、毎日10年間。くそ、このさ、マンション買おうと思ってこのページ開いてるわけじゃん、大体の人は。大体の人は。それでさ、そのタイミングでモデルルーム見に行ったら1000円もらえるって言われてさ、やったぜってなる人いんの？いねえだろ。まず行くまでに電車賃で1000円以上かかるやんけ、行き帰りで。引っ張んなや、頭金9000万の話。ああ、電車賃やるから見に来てってことか。ああなるほどね。でもクーポン券やぞ、ギフト券、よう分からんけども知らんわ。またこいつ出てきた。あ、この名前いいね、センチュリー荻窪。徒歩10分か。お、東社会マンション買うな、買っちゃダメ。もう一気に眠たくなったわ、9000万事件から突然眠くなった。これさっきなんか見たぞ、俺なんか、俺さっきこのテーブル見た気がするぞ、このテーブル。なんか悪自信があるとか言ったの覚えてんぞ俺。てかこれ部屋2つあると見せかけて同じ場所やんけ、これ、これとこれ同じ場所やんけ。俺は騙されへんぞ。すごい、俺の家移すなよって。住んでんのかよ、くれよ。ミストサウナ、何それ。温かな霧状の水分で体全体を包み込み温めます。うさんくせえな。本当か、壁に霧吹き埋めとるだけちゃうんか。おい、ダメだ、もうこれ以上マンション探せない。インストールしてこ、この辺。今のとこから引っ越す必要？
まあ必要があるのかって言われたらないです。今引っ越すのやめといた方がいい。うん、お家賃今9万5千円。3DK で72か75か、なんかその辺の平米。9万5千円。駅まで6分。駅まで6分。そう、不動産屋とその担当の不動産屋と仲良くなって、あのちょっと安くしてやっつって、中野って言ってたんだけど、どこだっけな、なんか中野くんっつって中野くんとは言ってないけど、中野さんちょっと安くしてよっつって、教育費とかもめっちゃ安くしてもらった。8000円だったの3000円にしてもらってる。あ、家賃違うよ多分。圧力かけてない、普通に仲良くなって、あの移動中のハイエースで、でも半分騙されたからな俺。でもここね、住む時に何もついてなかったから、もう電気もついてなかったの。電気も買って全部つけたから、あの家具も全部買ったっていうのもあれなんだけど、家具もあの全部自分で最初買ったんだけど、引っ越しして、そのなんかあれまた敷金礼金とかで払って、で家具全部集め終わったからね、120万ぐらいなくなってた。ぼや。ちなみに新宿までちょっとふわっと言うけど30分以内。あ、そう、リフォームされてる。でもあのなんだっけ、トイレとかあのまあもう皆さんからしたら普通かもしれないですけど、僕はその昔住んでた実家とかがもう昭和だったかも大正だったか忘れたけど、時代に経ったもう本当床下とかあるボロいボットンベンジの家だったんで、あのウォシュレットついてるし、追い炊きできるし、ペットカーだし、ただねクーラーつけれる部屋が2つしかない。俺の部屋つけれない、クーラー。まあ特定したら差し入れ持ってきてくれや。高さんの協力したけどヤクザっぽいから怖い君10分前までシャカって呼んでたやんちなみに一つ前がシャカくんだったのも覚えてるよ。今釈迦さんになってるけど、俺は人の名前と発言を忘れない男だから。任せてよ。俺一応よく来てる人の名前だからがっつり覚えてるからね。名前覚えたからな。どんどん距離離れてっちゃう。ちなみに釈迦がここまでアホだったとはって言ってた人だからね。
アホですよ。名前書いてくるわ。ほら覚えてる。ほら覚えてます。もうこれ爪切りやけ。釈迦さん出張じゃない、出張じゃないよ。出たなんか昔の配信でさ、この今ディスコ行かない踊るよって言ってる人いるんだけどさ、昔俺がピアキャスで配信してた時にさ、ニコ生かな、どっちかで配信してた時にさ、もうなんかずっと焼肉誘ってくる人がいたの。もうずっと俺が配信するたびに、釈迦くんどこどこで焼肉食べ行かない、おごるよってめっちゃそのコメントばっかりしてた人がいて、そしたらある日突然なんか別のやつが、釈迦くん明日暇、暇ならディスコ行かない、踊るよって言い始めて、その時めちゃくちゃ笑ったの覚えてる。その時はめちゃくちゃ笑った、初見で見た時は。踊るよって。そうそう、そういうこと。なんかすごいスチームフレンド来るんだけど、メイソン君来た踊るよって知らんから。あれ嫁起きたかな、トイレットペーパー巻く音がする。こうやってブーッとか言ったら嫌なんだけど、まあ人ですからね、おならもしますよ。ちょっと音楽を聞く職は念のため、音姫、音姫入れたか、音姫。音姫代わりにする。We keep this love in a photograph.俺もちょっとおなら出す準備してくわ、ギリギリまで。もういつでも出せる状態を保ってく。で、音が聞こえてきたら俺もかぶせる。マナト君聞こえますか？あ、そう、俺これ聞きたかったんだ。ちょっとここまで残ってるリスナーだったらもうだいぶ選抜されてるからいいでしょう。ちょちょ、やべやべ。あのアークってさ、配信でどう？アーク、あの恐竜のやつ、 PVP サーバー。釈迦がコメントここまで拾ってると思うな。俺コメント拾ってなくても見てるよ、大体ほぼ見てるよ。よっぽど集中してる時じゃないと。意外うんこもわぞーく、なんかちょっと友達になりたくない。ちょ、もうダメ、もうダメ、もうダメ、もうやめる、次でやめる、次でストップ、次でストップ、もうダメ、もうやんない。はい、ここで終わり、これで終わり。もう OS 多すぎてもう誰が誰か分かんなくなっちゃうから、はい終わり。Come
アーク持ってるよ俺。アークね、俺ね、実は僕台湾行く前ぐらいの時期、実は死ぬほどやってたんですよ僕。正直クラン戦がおざなりになるぐらい、おざなりって使い方合ってるね、なるぐらいめちゃくちゃやってたんですよ。サーバーの帝王になったあのチームにいたんですよ。最初はさ、友達と始めたの5人で、アバの友達と5人で始めて、やったーっつってヘラヘラーっつって笑って、あ、木の家できたーとか言って、お、次石で作ろうぜ、やったーとか言って、お、恐竜マジ30匹ぐらい集まってんじゃん、神かよっつってくすーって寝て、パッて起きたらもうさら地になってて、全部壊されて恐竜皆殺しにされてて、もうその時俺はもう火がついたんだよね。恐竜、俺の恐竜魂に火がついたんだよね。もうそいつらがサーバーからいなくなるまで攻撃してたからな、最終的にボコボコにしてやったからな、マジムカついたから。なんだっけ、アンキロだっけ、あの石壊すのが早い恐竜いるじゃん、あいつに C4 くっつけまくって、でなんだっけ、エクアトルだっけ、なんか空飛ぶでっかいやつ捕まえ、テームするのが難しいやつ、そいつにその鳥が、あ、もう C4 つけまくったアンキロ持って敵の城の上にめっちゃ落としていく、ポン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 って、でもボタンでポチポチポチっつって全部粉々にしてた。あ、そう、ケツアルコアトルだ、ケツアルコアトルボコボコにしてた。拠点作るたびにさら地にしてやってたからな。でも2ヶ月ぐらい頑張ってたけどね、消えた。TVP やりたいっしょ。絶対、俺絶対しゃがら仲介しない。 PVP じゃないと。 あ、チーターいたね。それこそあのスピードハッカーいたよ。ケツアルコアトルさ、1匹目捕まえんのクソだるくない？クソだるいんだけど、あれビビったもん俺、捕まえるのだるさに。なんかさ、あのちっちゃいさ、なんだっけあれ、トリケラトプスじゃなくて、なんだっけ、あの有名なやつ、プテラノドンかだっけかなんかでさ、キャラクターを捕まえて、でなんかその野生のケツァルの背中に乗せようとすんだよね。つかやろうぜ、やろうぜ、死のうの言わずに。あ、俺入ってんじゃんこっちに。あ、インストールからだ、坊やー。シードラッシュ SSD に入れるっしょ。いやでも最初クソつまんねえ。あ、でもさ、俺最近ツイッターでアークの画像、あ、はいや、終わんの。いや、じゃ終わってねえし。69時間。やべやべ、プレイ時間バレる。アバの練習一時期してなかった時間バレる。やべ、クラン戦しながら、俺クラン戦で死んだらサブ PC でアーク起動しててアークやってたからな。バレる。やべ、やべやべ、隠さないと。やりてー、テンション上がってきた。いや、今日プレイしたって、今俺プレイ押したからだよ、今やってないって。あっ、あー、いやー、鼻もげるかと思った。ついてる、ついてた、よかった。
ハリー・ポッターさん継続7ヶ月目ありがとうございます。いやでもやべえな、俺アークやり始めちゃったらもう俺やべえな、 PBC やんなくなっちゃうかもしんない。封印してたんだよね俺、これやりすぎちゃうから。もうだって終わりがないんだもん、終わりがないんだよこのゲーム本当に。おしっこしてこよ。アークアークアークリボルで、おすすめのサーバーない？え？どうしたの？ゆずりはさん継続2ヶ月目ありがとうございます。全体マップ広さ PUBG ぐらいあると思うよ。あでもマップにもなんか新しいマップ出たんだよね。なあ、俺確かこれ思い出したら、なんかすげえモッドとか入れなきゃいけなかった気がする。なんだっけ、ワークショップでなんかいろいろ入れなきゃいけない、いや入れられなんか参加するサーバーによって入れなきゃいけないやつがすごいあるんだよね。思い出してきた。もう俺この辺人に全部やってもらってたからな。リンク全部貼ってもらって全て介護してもらいながらやってたから。ノリスケさん購読ありがとうございます。サーバー入るとき、あなんか俺そのとき、今はまともなってんのかな。昔はね手動で入れないと起動しなかったんだよ。あ今はサーバーに必要な、あなんかねその自動でダウンロード始まるときと始まんないときがあって、俺がやってたときは。今はまあ大丈夫そうだね、そんな感じだったら。キーボードとかマウスとかモニターとかは定期的にアルコールタオルで、アルコールティッシュで拭いてる。マウスパッド、あでもマウスパッド俺もずっと汚い。マウスパッド俺洗わないからね。マウスパッドは俺何もしない。でも俺汚くなったらすぐ帰る。外に持っていくのちょっと恥ずかしいよね、白いと。アイムソードさんあ
あれ、なんかさっきそうだって人からチャット飛んできてた気するけど気のせいかな。購読ありがとうございます。長え、アーク、さすが50ギガ。眠たいの。え、俺こういうコツコツゲー大好きだよ。これも100億兆万回ぐらい言ってるけど、僕あれですからね、なんだっけ、一番最初に始めたネットゲームが MMO だったんですけど、1週間だったか1ヶ月だったか超配信プレイして、やっと 1% 経験値がたまるゲームやってたんですけど、1回死ぬとマイナス 10% っていうゲームやってたんですよ。はい、なのでアークで家が消えるぐらいなんてことないですね。ラストはなんかチーター半端なくて俺やめた、すぐ即やめした。あ、こっちのアカウントじゃねえか。人生ハードコア。え、でもさ、俺がアーク今起動したらさ、参加しようとしてる人何人いる？サーバーの人数考えないと。それでサーバーの人数60人とかなのにさ、いきなりパンクしたら半端ないでしょ。なんか嵐みたいになっちゃうから、ちょっとその辺考えたいから。サーバーって結構あれ個人が立ってるやつ多いからさ、そんな参加人数多くないじゃんね。まあいっか。どうしたの麦、どこ見てんの。あ、枕作ってんの。前はこの頭の黒いブチも丸だったのにな、成長に伴って長くなっちゃった。いや、一番最初に始めたゲームは、その、やったゲームはリネージュ2なんだけど、その無料お試し期間みたいなのやってて、で、めっちゃ面白くて、親父にちょっと月額なんとか払ってくれんかって言われたけど、ダメって言われて、タントラっていう元宝のゲームを始めました。それがその1週間 1% のゲームだね。ま、それ首痛くないの？親父がさ、親父もやってて、でも親父はレベル40ぐらいでやめて、もう俺も90とか言ってたんだけど、80だったかな、カンストがあったんだよな、忘れたけど。親父は47ぐらいでやめてて、でもあれもさ、強化石っていうやつがあるんだよ。その武器にプラスをつけていくシステムだったんだけど、なんかね、その鎌があって、その鎌にアイテムを投げ込みまくると、まあ、こういう鎌があって、この鎌にこうアイテムを投げ込みまくると、その鎌が厚くなってくるんだよね。で、鎌の厚さが 100% になったら、その錬成が成功しやすいみたいなシステムだったの。だからなんか サーバー一斉にその強化をするタイミングみたいなのがあって、でそれに必要ななんかその強化石みたいなのがあって、親父はサーバーのこれを独占してた。あの、市場を制圧してた。 100K で出てたとしたら 100K で全部買って 150K で出したりして、なんか俺なんかよ、俺よりレベルが2分の1ぐらいしかないのに、鎌を独占じゃない、その境界師の方、あ、違う違う違う、鎌
な、どっちだっけ、なんかこう、なんかこういう字のなんだっけ、やべ登っちゃった。カマってどうやって書くんだ。あ近い近いぞ。あぽい、こんな感じ、こんな感じのカマ。だから俺のレベル10分の1 2分の1ぐらいだったのに資産半端なかった。カマって字も父ってついてるやんけ。どうやって書くの？カマって文字書いたことないわ。やられた敵キャラみたいな顔になっちゃった。だから強化したいときは親父に石もらってた。もうとんでもない数持ってんだよね、石を。あ金か、まさに父に金やんけ。マジかよ、こんな偶然あんの。まさか。はっ、懐かしいな。その時は釈迦って名前じゃなかったんですけどね、ちょっと、まあ、僕も中学生だったのでちょっと恥ずかしい名前つけてましたね。まあ、ちなみに非公開です、何言われても言いません、恥ずかしすぎるんで。俺は芝でしたね。途中で選ぶんだよ。あのあれってタントラってビシヌじゃない、なんだっけあれ、あのヒンドゥー教じゃない、なんだっけ、ブラジル神話じゃなくて、なんだっけあれ、インド神話違う、なんだっけ、エジプト神話か。だからビシヌとシバと、あーそういう記号系はついてない、記号系はついてない、そういうなんか闇に飲まれしみたいな二つ名もついてない、キリトでもない。そうシバとビシヌとなんだっけ、シバとビシヌと、ちょっと待って思い出したい、画面見ない、シバとビシヌとなんだっけ、ブラフマ、その三つに分かれて戦争する。でなんかその勝っていくごとにカーストが上がっていくんだよね。強ければ強いほどどんどんカーストが上がっていくんだよ。うわ懐かしいわ、アイオンやりてえっていうか、アイオンもクソ面白かったからな。アイオンの面白さは半端なかったもんな。ブリトラはなんか敵キャラで出てきた気がする。なんかどっかの洞窟の蛇の名前がブリトラって名前だった気がする。アイオンは俺、天族。俺どっちでもよかったんだけど、その時グループでやってて、まあ、8人ぐらいでやってて、別の MMO。で、みんなでアイオン行こうってなって、で、なんか人気すごかったじゃん。1サバ、2サバ、3サバって天族が即埋まりしてて、天族入れなかったじゃんね。で、俺魔族でよかったんだけど、俺はもう活性化してるサーバーに行きたかったんだけど、なんか一人がどうしても天族がいいって。女の子だったんだけど言い始めて、なんかもう6サバか7サバぐらいの天族でやった。露天で会話してたわ、露天で。天族と魔族が会話しようとすると文字化けするっていう徹底っぷりだったんだけど、完全にコミュニケーション取れないみたいな。だけど露天のタイトルだけは文字化けしないんだよね。だからお互い露店を立て合って会話チャットするっていうすごいシュールなことしてたねえ。麦お前もそうだったよな。それで召喚されたのがお前だもんな。いた、あ翻訳みたいなのもあった。なんか文字化けのそのなんだっけ特性というか、まあ例えば A って言ったら C って文字化けするみたいなのを解読して、で文字化け版を先に打って、その文字化け後に通常の正常な文になるっていう会話の仕方やってるやつがいる。麦は1億積まれてもあげんぞ俺は。何この人サムネかわいい。
ミスターオズ。あ、俺これ知り合いじゃないか。違うか。オズさんって知り合いがいたんだけど。あ、そうだ、ま、俺さっき言いかけたけどさ、ツイッターでさ、あのアークの画面見たんだけど、すごいインターフェース変わってて日本語対応してない。あ、どうしたどうした。いきなり机に頭を打ちつけて走ってたんだけど、何やつ。